はい、726回始めます。1月27日に入ったばかりの深夜でございます。はい、始めます。726回、今回 FNN プライムオンラインからですね。あ、これはね、まあ今に始まったことじゃないんですけどっていう話ね。これ何度も何度も今ね、高齢化社会でよく聞くニュースです。今高齢者の万引きがね、多いんですけど、その再犯率が多いと、再犯が6割ということで、まあ高齢者ね、絶対的に数が多いですよ、高齢者今。その万引きが増えちゃって、しかも1回2回でとどまらないと、何回も繰り返すと。で、その原因ね、何十年も前からですよ。原因、要因、いろいろあるけれども、結局は、お金に困ってっていうケースもあるけども、孤独というか孤立ですね。孤立も原因の一つだということで、書いてあります。高齢者の万引きね、まあ A さんとか言ってね、まあいろんなケース、いろんなっていうか A さんのケースだけかな、一人のケースで、それ支援するような周りの人たちとかのもう書いてますね。テレビ新広島のかな、ニュースなのかな、これ分かんないですけど、 FNN の窃盗罪、これ万引きね、1度や2度なら刑務所、実刑っていうのは多分ならないんでしょうけど、まあ4度ほどになるとね、刑務所入りますよね、万引きでも、窃盗ですから立派なね。ただこれお勤め終わってね、出てきたところでまた繰り返すんですよね。あとクレプトマニアっていうね、もう病気、癖、の場合は、前やりましたね、このチャンネルでもね、元マラソン選手の女性の方ね、クレプトマニアで苦しまれて、結局孤立とかね、要因の一つだし、あと、窃盗そのもののスリルっていうかね、その感覚っていうかね、もあるんでしょうし、最初ね、これ万引きもね、1回やっちゃうと2回、3回、4回、5回いっちゃうんですよ、捕まるまで。で、捕まってもなおのことやるということで、止まんなくなるんでしょうね。私は分かんないですけど、その背景にやっぱり高齢者の孤立、高齢者今ね絶対数多いですから、高齢者の万引きはね下手だと思いますよ。パッと見分かると思いますよ。店長とかね、店員から見たら、またあの人来た、やるんじゃないかってやりますから本当にマークされてんのにやっちゃって捕まるみたいなね、成功率低そうなんですけど、なんていうのかな、やっぱり高齢者の一人暮らしで寂しいし、お金をかけたくないし、ね、食料品とかならなおのこと、なおのことっていうかね、日々かかるものですからね、なるべく抑えたいっていうのもあるんでしょう。あと、そうは言ってもね、スーパーとか小売りの店はね、その1000円なら1000円、万引きでなくなって、その、ね、あらりっていうのかな、取るためにね、おそらく3000円分ぐらいはそれ以上売らなきゃならないんでね、やっと3000円売ってその万引き分回収みたいなね、ペイするぐらいのもんなんで、大きいですよ、万引き被害っていうのは、商売としてもね、見過ごすわけにいかないしね、困った問題ですよね、本当に高齢化社会。はい、万引き、これもね、軽い犯罪ではあると思いますよ、世の中一般で認知度としては。ただそっからね、これ始まりますから、悪さっていうのは。それで止まってる人は、それで問題ですけども、そこから発展していく人もいますからね、万引きからね、強盗とかにね、気をつけてもらいたいなと、私含めて、やらないように。これ一回やったら何の犯罪でもそうですけど癖になりますんでね。あと高齢者の場合やっぱりね、つながり、孤立ですから、孤立が問題なんで、親兄弟親戚、子供、いなかったら、やっぱり隣近所とかね、あとは、会社の友達とかね、やっぱりね、特に女性の方っていうのはね、男より友達多いとはいえですよと言われてますけど、全く
孤立してる女性もね、高齢女性っていうのも多々いるんでね、積極的に外と交わって、孤立っていうのは精神衛生上良くないですよ、やっぱり、うん、いろんな意味で良くない、うん、横とつながって、社会とつながって、人とつながって、そんでやっぱり自分を相対化させないと、まあ、自分だけ一人孤立してるとね、相対化できないんでね、善悪の判断もつかなくなるっていうかね、うん、今日は何日とかね、今の季節だとかもね、やっぱりね、分かんなくなりますよ、認知症でなくても、うん、外とつながって、自分を相対化して自分を見つめると、うん、自分を確認するっていうね、ことありますんでね、やっぱりつながりっていうのはね、大事だと思う。それをね、まあ、どうだろう、年代から言ったら、今の段階の世代ぐらいじゃないですか、75歳近辺の人たち、この段階の世代が、まあ私に批判するんですけど、段階の世代がね、良くない、うん、そういったしがらみとか、なんだ、煩わしさね、昔の、そういうのを立ってきた世代ですから、うん、この段階の世代、いろんな意味で良くないんですよ、うん、この方々が亡くなって、私は日本再生に向かうんじゃないかっていうね、思ってるんですけど、言うなればね、段階ジュニアですから、私、我々の親の世代ですよ、うん、この人たちがいなくならないと、日本は良くならないんじゃないかなと、私は漠然と、そんなイメージを持ってます。うん、ということで、なんか、随分脱線しました。高齢者の万引きね、これはね、もう本当、今に始まったもんじゃない。で、ずっと対策とかなんとかね、言われてますけども、全然減らないし、繰り返す、高齢者ね。本当に厄介な問題ですよ。高齢者の犯罪っていうのが一番厄介だから。うん。手に負えないっていうか、対処のしようがないっていうかね、本当に。ということで、愚痴みたいなもんですね、726回は。うん。愚痴です。なんとかならないんでしょうか、ということでね。はい。高齢者の万引き、再犯が高いですよ。6割ですよ、っていうことで、726回、終わりにしたいと思います。ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。